皆さん、こんばんは。神社ガイド、スクナチあキでございます。こちらは私が見つけた、皇居を守るように配置されている、ご宝山熊野神社さんと、神奈川の寒川神社さんです。皇居を守るということは、東京を、関東ひいては日本を守るというラインになっていると思われます。し、神道では、この世は、 神と人との共同作業によって維持・生成されていると考えます。では私たちは神様のお手伝いとして何をなせばよいのでしょうかご成敗式目にはこう書かれています。コロナの早期収束の祈りが毎日捧げられています。右上の写真は上皇様が 天皇として最後の祭祀に行かれる時のものですが日本のトップである天皇陛下のお仕事は日本国と日本国民の幸福を祈ることです。金城天皇も毎日私たちのことを神に祈ってくださっています。私たちは知らないうちに多くの祈りを捧げられている国民なのです。日本という国は、 神様のお力とたくさんの方々からの祈りによって守られている国なのです。地球全体で一つの生命体です。これは必要で良いものでこれは不必要で悪いだけのものというものはないのです。という全体の中の一部分です。自分という字は自らの「文」と書きます。 自らの文とは神様から授かった文です。それが神様がデザインした生命のあり方なのだと思います。この変わりたくないという思う気持ちを執着と言います。私たちがなすべきことは神様が美しくデザインなさったこの世界で すべてと調和しながら自分らしく思いっきり命いっぱい生きることです。それが神と響き合って生きることになります。皆様の今後がますますいい感じになられることを心よりご記念しております。すくなちあきでした。それではごきげんよう。ありがとうございました。